はい、えー、皆様、えー、こんばんはん、えー。令和2年1月20日の、えー、ボギーチャンネル、えー、私一妻の、えー、ボギーテドコンでございます。いやあ、もう本当に1月も20日となりまして、もう後半に入ってまいりました。もうつい先日ね、正月になったばっかりだと思っていたんですけど、あれよあれよという間に20日、あと10日ちょっとしたら、もう、 2月に入っちゃうっていうことで、えー、ございまして最近なぜか、えー、月日の流れるスピードを速く感じてしまう、えー、私でございます、まあ、小さい頃ね子供の頃はもう朝から夕方までもうあっちで遊んでこっちで遊んで一日がとっても長く感じたんですけど最近はもうデスクの前にちょこっと座ってるだけでもう2時間3時間 過ぎてしまううとといいこともござまますでまた、えー、気の置けないねあの専用の方々と、えー、話をしていますと、まあ、5時間ぐらい話していても30分ぐらいの間隔に、まあ、なってしまうということでございましてまあ時と場合によってこの時間の過ぎるスピードっていうのは、えー、かなり変わるんだななんてね思います、まあ、特に嫌な方とねはい もう嫌な、もうこの人とはちょっとなと思うような方と同席したりとか、まあ、付き合いで参加させられた、あのー、興味のない、まあ、講演会などでは、本当に延々と時間が過ぎるのが遅いというふうに感じております。さて、えー、今夜の、えー、ボギーチャンネルは、 えー、初っぱなから、えー、私の友人の、えー、佐藤さんという,、ね、もうプロセミカメラマンの方が撮影をしました、まあ、沖縄本島本部町八重岳の、えー、桜、えー、そしてそれに止、まあ、まる目白の写真を、ね、皆さんにお見せしまして、まあ、少しでも、えー、早い春の息吹をです、ねえー、ちょっと感じていただきたいと思っております。 さて今夜もラプテンさんからニラミルクティーさき、えー、店長からはニラ束カルガモさんからもニラミルクティーでございますはいそれから、えー、元祖石鹸男さんとはい、のりぞウさんからはニラ束が連発でいただいておりますしホルスタインさんも、えー、極寒の北の 国からご参加ありがとうございます。それから、えー、カルガモさん、目白でございますよ。勝手に取ると捕まるらしいんですけどね。<laughs> はい、ハラホロヒレラさん、クレキオさんもお見えになっております。こんばんはんこでございます。はい、塩沢さんどうも今日もよろしくお願いします。カズさんからもニラ束中佐からは特のミラニラミルクティーでございます。絶望のヨシボさんもお見えになっておりまして、今日も賑やかないつものメンバーで。 楽しくいけるかなと思っております。あ、それから新ンマンさんもお見えですね。はい、いやー。しかしどうですか？皆さん、この写真いや、やっぱりね。本当にプロのカメラマンっていうのは本当に写真撮るの上手いですよね。まあ、我が戦友の沖縄産後、ハートさんの写真もかなりの腕前なんですよね。はい、サンゴハートさんの写真も私すごい。 あの素晴らしいと思った写真今日いくつもあったんですけどそれと同じような感じでまあ、私の、まあ、友人のはいこの佐藤さんもなかなかいい写真を撮っていただいております、えー、サンゴハートさんの写真は、えー、ですねはいこの摂写したまあ桜の花びら、えー、ピンク色の花びらが非常に美しい花びらでございまして、えー、これが はい、サンゴハートさんが撮ったメジロんの姿ですけど本当にこれも可愛いですよねっていうのはまあ沖縄ではあの結構あの家にも家の木によく来たりします泣くんですよこれがねで昔はあの竹のかごにみかんを入れてると中に入ったりして取ることができたんですけど、えー、それをねあのよく鳴く 目白は沖縄の方言で高き、はい服、ね、と書いて高ぶきと呼びましてすごいもう高い値段で、ね、取引されました。まあ、泣けば泣くほど素晴らしいめじろということでございまして、まあ、一つの取引の材料に、ね、使われた頃もありますが法律が変わりましてこれを、ね、勝手に取りますと。 まあ違法ということになりまして今ではこれをねあの勝手に撮ることは全くできません、はい、今まではサンゴさんの写真でございまして次が佐藤さんのお写真ですねはいこれもあの本当に美しい、えー、この沖縄の桜っていうのは本土のソメイヨシノとは全く品種の違うヒカンザクラという桜でございまして えー、この花弁が花びらが、ね、落ちないタイプの桜なんですよね。ですからの風が吹いても花びらがひらひらと、えー、花吹雪のように落ちてくるっていうことはございません。もう最後の最後まで粘り強く木に、あのー、しがみついてる花でございまして、まあ、諦めの悪いというか粘り強いというか、えー、とにかく 散る時には花弁全体がまとまって下に落ちるとそれまではもう粘って粘って粘って風が吹こうが雨が降ろうがとにかく粘りまくる桜がこの悲観桜でございまして色はだいたいこのように濃いめのピンクが多いです濃いめのピンクが多いですそしてこの色が薄くなった薄いピンク 時々白いやつもございますが、まあ、比較的このような濃いピンクのやつが多いですね。これよりもっとあの濃い赤に近いようなピンクもありまして、木によってかなり、ね、色が違います。まあ、これが今沖縄本島北部元部町の八重岳で六分咲きから七分咲きということでございまして、これが満開になりますと、この八重岳の道がピンク色に染まると。 いうことでございいいまして本当にいい感じですねで皆さんのところでソメイヨシノが満開になる頃には沖縄の桜はえ小さなさくらんぼが、まあ、ついているということでございまして、まあ、季節はやはりえ南国沖縄え少し早めに進んでいるということでえございましょうかえ今日はもうオキパヨじゃなくてオキパヨ。<笑><笑> 置きっぱよよりはやっぱりそうナーの方がいいですよね。そうみあの目白のことを沖縄ではそうナーと言います。そうナーその中でもよくなくやつは高ぶきと呼ばれまして非常に値段が高いものでございますが現在は取引はされておりません。しかし一昔前はこの。 宗、えー、見縄の,の愛好家たちはもうとにかく、えー、罠を仕掛けてこれを取りまくってですね、えー、よく鳴くやつを、まあ、自慢し合うというそういったあの風潮が沖縄にございましたが、まあ、現在はそういったことはなくなっております。まあ、このように、えー、濃いピンクの花が、えー、どん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 咲いてくるのが、えー、沖縄の悲観,観桜。 先ほどソメイヨシノの話が出ましたけどソメイヨシノ沖縄で生えることは生えるんですが花が咲かないいらしいんですよね。やはりこの寒暖の差があまりない沖縄では花をつけないと言われておりまして沖縄では桜と言いますとこの飛カ桜が主でありましてソメイヨシノが咲いたという話は 今のところ聞いたことはございませんしその苗がね売られてるっていうことも、えー、ございませんさてホルスタインさんのところでは久しぶりの積雪とといいうことでございます、まあ、沖縄も現在の気温がだいたい15度ぐらいなんで、まあ、北海道、まあ、マイナスなのは当然かなと思うんですけど沖縄は15度でも寒いんですよね さて今日はですねあの環境を守れと言ってる人たちのねやってることについてちょっとねお話をさせていただきたいと思いますけどはいこれはあの海外のお話でございます。はい。環境を守ろうと言っている人たちがまあやったことでございましていやはやこれ本当にびっくりしたんですけど。 これはあの何かと申しますとまあ、とある環境保護団体、はい、とある環境保護団体がですね何をしたかというと、まあ、自分たちのはい地層信条をです、ねまあ、成就させるために、えー、なんと川にこのようにはい、えー、緑色の緑色の染料を、ね、流したということでございまして。 本当にびっくりでございますこれあの場所は、えー、スイスの中裔ーーというねリマト川というところなんですけど、えー、これ環境保護活動家がね、えー、何をしたかというと、えー、迫り来る地球の生態系の崩壊に抗議の意を示すために行ったということでございまして、まあ、この団体のね名前が絶滅への反逆 はい、絶滅への反逆という、まあ、団体がやったということでございまして、まあ、自分たちが言うには無害な染料を使用して、はい、無害をね染料,あの染料を、ね、使用して川を着色したと、まあ、そこにまたえ数人の活動家が飛び込んで死んだ人間のようにプカプカ浮いてたということでございましてプカプカですね。 プカプカどっかで聞いた話ですね皆さんはいプカプカなんですよいやーしかし本当にねこの環境を守れって言ってる連中のやることっていうのはこれどこも全然変わらないような気がしませんか皆さんはいいやーこれ私本当に呆れてるものが言えないんですけど沖縄でも似たようなものが実はあり ますよねはいあの海にプカプカ浮いてるような人たちが確かにいましたけど今回もこのスイスの活動家の連中は顔を染めてねあの海にあ川にプカプカ浮いてたということでございますさてプカプカといえばねまあ、沖縄にも皆さんいますよねプカプカさ <laughs> そうです <laughs> なんでね、なんでこの連中っていうのは、やる、やることが、お、おんななんですかね。カレーって、カルガモさん。いやー、本当にもう夜から、もう何度見てもこれ笑えるんですけどね、あの、辺野古の集落の汚水がそのまま流れ込んでいる川に、口もつけて、ぷかぷか。 まあ、そうですね宮城さんこの人たちもねあの、はい、埋め立ては許さない自然を、ね、守る会場プカプカさん募集って言って自然を守るなんて言っているんですけど本当に自然だと思いますか皆さんはい実はこれ沖縄産後ハートさんが撮影をした現場写真でございますけど。 このね海を守ろう、辺野古のね自然を守ろうと言っている連中たちが起こした、えー、環境破壊で赤土がねこのように、えー、海に流れ出している現場の写真でございます。先ほどの中、ね、あの,チューリヒの、えー、川を緑色に染めた連中と、えー、この辺野古の海をね赤く染める連中何にも変わらない。挙句の果てに このね、2つのいわゆる団体、同じように水面に浮いて、ぷかぷかと、ぷかぷかと、まあ、漂ってるっていうことでございまして、もう、嘆かわしいというか、えー、世界各国どこに行っても、あちら系の人間の、ね、思考回路っていうのは何にも変わらないなと、えー、自然を、ね、守るためだったら、 自然を壊してもいいと、平和を守るためであれば、戦争を起こしてもいいというような方々、憲法を守るためであれば、法律を破ってもいいということでございまして、まあ本当にこういったね、あの矛盾を平気で行っているのもかかわらず、これが多くの人たちに認識されないのは、沖縄では特にこのメディアが。 それをね覆い隠しているというねことじゃないかななんてね思いますさき、えー、店長から、えー、暴走族のように会場を走り回る連中もいると確かにその通りでございましてねウミガメがジュゴンガーと言いながらモーターボートを全力疾走させている人たちもいますよねはいまあでもこういったね赤土が海に流れますと、まあ、粒子が細かい 赤土なんでこれが堆積していくとあの軟弱地盤の原因となりますそもそもあの米軍基地が嫌いでたまらない連中が米軍が使う滑走路の、ね、軟弱地盤を心配してあげてるっていうのが私意味が全くわからないんだけど作らしてから、ね、軟弱地盤でへっこんだら「俺は事故が起きたぞ」ってって騒いだ方がいいんじゃないのかと思うんですけどそれはせずに。できる前から 米軍様軟弱地盤があるのでこのままやると滑走路がへこんでしまうんじゃないですかって言ってわざわざご中心申し上げてるっていうのが意味がわからないですよね、まあ、これがまあ彼らの真の姿かな私はあの思っておりますさて続きまして玉木デニー知事 もうツイッターでもね全然とんコレラのことは言わないしあの今中国で流行っているあの例の病気の件についても何の言及もしておりません何もしていないまあ本当にこの沖縄県そのものがえ危機管理体制っていうのが全くできていないというふうに私は感じておりますが この写真は、えー、玉城デニー知事が今回のトンコレラの、ねえー、出動に関して堅調、まあ、に、まあ、出航してきている、えー、陸上自衛隊の担当者のところを訪れて、えー、そのトンコレラ殺処分の、ね、進捗状況について報告を受けた後、えー、陸上自衛隊第15旅団に対し、えー、感謝とありがとうという言葉をね ねぎらいの言葉をかけたということでございますが、まあ、自衛隊に対してありがとうという言葉をかけたということは、えー、玉城デニー知事を孫子とあがめる、えー、信者の皆さんにとってはこれは許されざれる、えー、言葉でありまして我らが孫子は寝トウヨだったというんですかね。寝、はい、トウヨだったのかと。 そうなんですよ、カーターさん。これ県庁の広報が発表していません。県庁の広報がやるはずないですよ、こう言ったのね。だって玉城デニー知事があの自衛隊に対してありがとうございましたと言って頭下げたなんて、それは信者の方々からすると知事がね自衛隊に屈服したというふうに思われちゃいますんで報道しませんよ。 那覇市だってそうですよね。那覇大綱引きで、えー、この綱を作る作業に米軍がね協力をしているそしてその場所も米軍が貸していてこの米軍兵士と一緒にね写真に収まっているのもわざわざ米軍兵士が写ってない写真に取り替えて広報するぐらいの徹底さがありますからね、まあ、この日本っていうかこの沖縄の、えー、那覇市とか 沖縄県庁の広報っていうのはもうまさに、えー、北朝鮮や中国の新華社通信のようにもう自分たちの都合のいいように、まあ、トリミングをして、えー、情報をね県民に流しているとしか、えー、思わないですよねはいカ、えーターさん書いてます県庁の広報の写真ではございません第15旅団のツイッターの写真ですと いいうことでございますそうですよ、絶望のよしさん。そのぐらい徹底してます。なぜなら、ね、この那覇市長とか、県知事が自衛隊とか米軍とね、仲良くしたり、頭を下げてるところなんか、信者の皆さんに見せられないんですよ。デニー教ってありますからね、デニー教。デニーズとも言いますけど、デニー教の連中にとっては、えー、知事は反戦平和。 反自衛隊、反米軍の、はい、騎手として、みこしとして頑張ってもらっていると信じ込んでいますんで、それがよもや米軍と仲良くしていたり、それから米軍にねあの、ごちそうしてもらったり、そして自衛隊の方々に感謝してるっていうことはね、絶対にこれは見せられない姿だということで。 ございますそうですね、ホルスタインさん、私もそう思います。事態が収まって、沖縄県はきちんと、えー、自衛隊に対してあの感謝状、もしくはね、何らかの,あの式典をやって、トンコレラを、ね、抑え込んでくれてありがとうとやるべきだと思います。さて、今日のニュース、トンコレラ。はい、トンコレラ。ところが、これ、はい、琉球新報さんは、 トンコレラとは書かないようなんですよね。はい。えー、トンコレラと書かない。なぜなら、コレラと書くとなんか人間にうつるようなそういったイメージがあるから、えー、トンコレラとは書かずに、えー、トン熱、豚熱というんですか、トン熱、はい、発生っていうふうに言い換えてますけど、これって辺野古キャンプシュワーブの滑走路増設工事を、 新基地と言ってるのとあまり変わらないような感じがいたしますね。はい。まあ今、川田さん、国がトンネツと言ってるらしいですということなんですけど、まあそれに合わせてるんだったらいいんですけど、じゃあ、えー、辺野古の移設工事も国が言ってる移設工事に合わせてほしいもんなんですけどね、それはなかなかやらない。さて、貿易作業の自衛隊部隊が撤収、沖縄県知事が えー、要請書13日間、えー、延べ6500人,、はい 6, 人えー、派遣ということでございまして、えー、沖縄県内の、えー、トンネツトンコレラ発生に伴い沖縄県の派遣要請で、えー、貿易作業をしていた陸上自衛隊第15旅団が20日午後部隊を現場から撤収させたということでございまして まあ、ウルマ市、それから沖縄市の、ねえー、トンコレラの、えー、かかった豚の殺処分その、ね、後片付けなどで13日間で6500人が、まあ、動員をされたということでございます。はい、そしてね、えー、同日県庁で玉城デニー知事は、えー、15旅団の中村陸将補に撤収要請書を手渡したということでございます。 知事は多くの関係者にとって初めての作業だった中自衛隊員の皆様による適切な指導と協力により円滑に防疫処置を進めることができたと派遣に感謝をしたこれに対し中村予断庁は県民の安心安全のためにしっかりと対応でき光栄だ早期の収束を心から願っていると 述べたということでございましてあのね撤収要請書を手渡すんであればせめて感謝状ぐらい一緒に渡してもいいんじゃないかと私は思うんですけどねどうですか皆さんいやー感謝状あげたっていいと思いますよ私はねはいただあの トンコレラ完全にまだ封じ込めたとは言えない状況でございましてとりあえずこのトンコレラが発生した養豚場はすべて、まあ、殺処分をし飼料や糞尿そしてあのそこにあった汚物その他一切のものはすべて、はい、消毒もしくは焼却埋却 したとといいうことでございますしかしこのウイルスっていうのは目に見えないものなんですよね。目に見えない。ですからまだどこかに残ってる可能性はあるわけですから、あの、これがね、そのまま本当に収束していただければ、私はこれに越したことはないと思います。しかしこれがね、一旦このように封じ込めてるにもかかわらず、それ以外のところでまた、 出るようなことがあれば今度はもう私は全県的に、えー、このトンコレラのワクチンをね打つこともねあの検討していかないといけないなというふうにあの思っておりますまあ、このでもワクチン打っちゃうと沖縄県内のこの豚の、えー、豚肉の生産量の今は3割しか県内消費をしてないのでその残りの7割をどうするかという ことになりますが、まあ、そこのところは全く、ね、あの今のところ何の対策も考えられておりませんでワクチンを打って完全に抑え込むんであればそこでまあ生産される豚肉は当面全て県内で消費をするということになると思いますが、まあ、現在沖縄はこの豚肉の消費量は全国でもトップクラスにもかかわらず 県内生産量の3割しか県内で消費をしていない、まあ、ですから各家庭で今の3倍ぐらい豚肉を消費しないと県内の生産量は消化できないということになりますかといってこの生産量を落としますと今度は養豚業者の収入にやはり影響が出てくるということでございまして まあ判断すべき沖縄県はまさにいたしかゆしのところでかなりね迷ってるんじゃないかというふうに私は思っております。まあでも本当に早急にねあの近隣の、えー、島に沖縄の豚ころ屋にかかっていない特にあの優秀な種豚とかアグーはねまずはもうちょっと。 半年ぐらい疎開させておいてもいいんじゃないかというふうに私、思うんですよね。はい。そんな中でも各、各養豚場のね、完全な消毒なども、どん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 やって、もう完全にもう抑え込んだと思った時にやっぱり戻すと、まあ、それであれば、えー、ワクチンを打たずに済みますんでね。 えー、県外へ肉を輸出することも、えー、可能になり、まあ、農家の収入の方も、えー、確保できるんじゃないかというふうに、ね、私は思っていますけど、まあ、今の状況まだまだ予断は許さない、えー、とりあえず収束はしましたが、えー、完全に抑え込んだとは言えないようなとなんで、えー、これが今後どのような、えーね、あのことが出てくるのか。 これで完全に抑え込まれるのかそれともまたどこかでどこかでですね、えー、また新たに発生するのかっていうことがね私は非常にあの心配でなりませんまあでも食肉関係者は、えー、このワクチンを早く打つべきだという人とワクチンを打ったら豚肉の県外輸出ができなくなるできれば打たないで収束させてほしいと言ってる まあ、方々に分かれているようでございまして、まあ、県の判断がなかなかつかないのは、えー、そういった面からではと、えー、私はあの思っております、えー、さて、えー、皆さんにここでねあのー、また特に沖縄県民にとっては耳の痛いお話はいまた出たそうですねはい飲酒運転の多い都道府県ランキング この前から私飲酒運転の話してるんですけどいやーこれ本当に今日さくらでも紹介しようと思ったんですけどな,なくてできなかったんですけどねなんと最新のランキングでは1位は沖縄県なんと2位の茨城県の倍以上 <laughs> もう何がどう なっているんですかね今沖縄県あの2位茨城県の、ね、2倍以上ということでございまして本当にこれ大丈夫ですかというふうに私思ってしまいましたさて人口1,000人当たりの飲酒運転の検挙件数が多い都道府県を、えー、県順に並べたランキングではまず目を引くのは 1>, 1位の沖縄県、人口1000人当たり1.63、2位の茨城県が0.77を <laughs> ダブルスコアで引き離したと。いやね、もう本当に沖縄は所得も低い、離婚率も高い、共働き率も高い、ね、残業時間も全国一長い。 はい、そして待機児童数も多い、貧困家庭も多い、あのー、生活保護、巡業保護の家庭の割合も多い、あのー、それからエンゲル係数も高い、ジニ係数も高い、問題だらけですよ、正直言ってね。いや、問題だらけなんですよ。そんな中で、飲酒運転、人の命を奪いかねないような、こんな飲酒運転。 これ、県職員だって、はい、国家公務員だって、学校の先生だって、バンバン捕まってますよ。はい。なんで、こんな身近な問題をね、取り込まないんですかね。だって、飲酒運転で死亡事故起きてますよ。米軍のね、航空機の事故で死者出てますか米軍機が何か起こしたらいい、この事故だけで大騒ぎ。道のね、真ん中で故障して渋滞させただけで大騒ぎなのに。なんで、 なんで沖縄県もね、あの、オール沖縄も、飲酒運転で人が死んだときに、ね、人命をやっぱり奪う飲酒運転は絶対に許さないって言って、集会とか県民大会開かないですかね。はい。まあ、この塩沢さんおか、お酒の失敗には甘い県民性と。いやー、本当に宮城さん、ヌーヤルバーガー、マーガー誇りある沖縄か、運転代行を利用しなさいということで、まさに私もその通り、 だと思います。まあ、沖縄県知事歌って踊って反刻死三昧する前にね。ぜひこういったところもきちんとやっていただきたいと思うんです。まあまあ、彼の耳にそれは届くんでしょうかね。まあ、私はあまり期待はしていないんですが、まあ、できます。ればきちんと届いてね。あのはい、やるべきことを先にやってもらえればな,なんてね。 あの思っておりますはい、ということで、今夜のボギーチャンネル、あっという間に30分経ってしまいましたね。まあ、警察も本当に活動家の、はい、相手だけじゃなくて、飲酒運転から、交通違反からね、えー、犯罪からも大変だと思いますよ。140万県民しかいない、特に年間1000万人の観光客が入ってくる。しかし、警察官の数は140万人に、 えー、比例した数しかいない。当然ながら、オーバーワークになるのは当然だと思います。そういったところにね、思いやりすらかけようとしない今の知事、本当に大丈夫なんですかね。ということで、えー、今夜のおぎチャンネル、えー、これにて終了させていただきます、えー。明日は、明日はですね、22時半、明日は22時半からの 放送ということで、えー、今夜の放送、ここにて終了させていただきます。えー、皆様、えー、またまた冷えてきますんでね、あったかくしてお休みください。ありがとうございました。